マイキー佐野義人は海外をメインにした実業家、投資家である。日本語と英語、スペイン語のトリリンガルで愛称はマイキーである。静岡県富士市に生まれ、小学校の頃から学校の教師の方々の頭の不自由さや学校教育システムへの不信感を募らせ、独自でゲームをしたり、独学で英語を学習し、習得する。英語の習得方法は、 日曜洋画劇場で見たシュワルツェネカーの映画がきっかけとなり年間300本以上の映画を見て小学生ながらに英語を習得したというゲームを好みトランプゲームやパズルゲームシミュレーションゲームなど様々なゲームジャンルをプレイするがすべて無課金でも世界ランキングトップを取れることを証明しようとするほど負けず嫌いで物事をストイックに追求している 興味を示したことへは、積極的に探求するため、16歳の時には宗教を学びにアメリカとメキシコ、ドバイへ40回入国している。さらにその後、活動範囲は広がり、北米や中東、東南アジアへもパスポートの査証欄を1年で、スタンプやビザで埋まるほど入国している。また今まで行った国は30カ国以上を超え、アメリカ横断も2回している。 海外での活動が多いが、日本に対しての愛国心も強く、商社で働いていた万国駐在時も、家電をすべて日本製に取り替えたり、スマホも日本製しか使わないなどのこだわりを持っている。0歳の時の記憶を持ち、幼児期に、世界各国の国旗、人口、首都、地形は180カ国暗記し、小学校の頃には45分の授業時間内で、 演習率800桁を覚えるほど数字に強い。言語においても、英語は映画のセリフを聞き取りで習得し、スペイン語はスペインで知り合った現地の人間との会話のみで3週間で日常会話をマスターしたという。日本の高校に通っていた際は、学校の遅刻記録を更新したりと必要でないと思ったことについては興味を示さない性格。一方で、 自身にとって必要だと思ったことであれば、ランダムに出されたトランプカード52枚すべてのカードの順番を覚えることもある。また、IQ150 以上の数学関係のテストを3回連続でクリアしたり、サットと,とトーフルで海外の有名な大学へいくつも合格。その中でポートランド州立大学へ入学。数字に強く確率論をもとにカジノへ行っても負けなしで、 同席した人の資金も増したと話している。韓国メディアで韓国経済を盛り上げた日本人として表彰される。2019年から始めた事前化コミュニティ活動が認められ、国連関係の記者からインタビューを受ける。また日常でも外出する際に片方の足にサンダル、もう片方の足にはブーツを履いたり、下に履いているパジャマの上にズボンを履き、 ゴワゴワの状態でついたち過ごすなどといった逸話もある。インタビューウィズヨシサのジャパンドクターアニルジョギー2020年2月10日閲覧カンパニックズルハット DNA ワールドありがとうございます。